このアストラーレ CC1 で私ついに実際に寝てみようかなと思います。寝てみます。お、ついてる。はい、皆さんこんにちは、バンテックついてるでございます。今日のウィークデイバンテックなんですが、前回のウィークエンドバンテックに引き続きアストラーレ CC1 の紹介をしていきたいと思います。さて今回なんですけれども、アストラーレ CC1 と就寝スペースの部分についてしっかりご案内ができてなかったななんて思いまして、今回ですね、ちょっと就寝スペース、実際ですね、このアストラーレ CC1 で私つゆき実際に寝てみようかなと思います。まずですね、ここの私が今座ってるこのリビングスペースというか大きいテーブルのところです。まずここが一つベッドになります。あと後ろにですね、常設2段ベッドがあるんですけれども、就寝定員としては後ろは下の段が大人1名で、上の段が子供1名ということになっております。まあちょっと私上の段今回挑戦してみようかなと思います。結構ね、動画だとちょっとここがね、間口が狭いので一瞬狭く見えるんですけど、実は結構ね、中広いです。まあちゃんとあの決まった就寝スペースっていう決まった寸法があるんですね、そこしっかり取れてるので、寝てみます。お、ちょいちょいちょい、ほら見て、あ、寝れる、寝れます、イエイ、あ、結構寝れます、うん、のんびり寝返りも寝れます、あ、寝返りも打てます、ほらこっちもいいし、あ、こっちも大丈夫だね、はい、こんな感じ。うん、私こんぐらいの就寝スペースで全然寝れますね。あと多分枕あったら完璧ですね。これ、おい、全然いけますね。どうですかこれ。じゃらん。172センチでございます。3週間前に健康診断で172センチということが判明してですね。体重78キロ。ちょっといってるかもしれない。もうちょっといっちゃってるかもしれないですね。74キロまでいったんですけど。78キロになっちゃいました。はい。このベッドのね、このランプ見えるかな？このベッドのランプもオン、オフできるし、ここにコンセント2つ見えるかな？そう、結構ね、これカメラのアングルが難しいんだよね。だからちょっとね、なかなか広くお見せすることができないんだけど、これコンセントと USB もあります。うん。こんな感じ。じゃあちょっと上の段行ってみようかしら。じゃあちょっと上のね、2段ベッドの方展開していきたいと思います。これベルトだね、いわゆるプラスチックのベルト、カチンって外して、こっちもカチンと外します。こう降りるわけですね。降りてきます。ちょっとこれブラブラするから止めとこうか。よいしょ、こうカチンって止めといた方がいいかな。こっちも止めときましょう。はい、止めといて、いきます、下ろします。下ろすと、でここにね、羽がついてるんで、この羽ね、うん、これがね、やっぱあるのとないので多分広さもだいぶ違うと思います。そしたらですね、こうマットがしまってあるので、マットを下ろします。こう羽の分もね、ちゃんとマットついてる。じゃん、こんな感じで、お、意外とあるね。で、はしご。はしごがね、かけるのが面白くて、なんとなんと、マルチルームのドアのところにかけます。ここ。ここね。ここにかけます。そうすると、かけると、ここの上に登れるっすね。じゃあ、ちょっと続き、登ってみたいと思います。はいはい、ということで、2段ベッド来ました。まあ子供定員なんですけど、子供、そうだよね、通るアングルが苦しいから、なんかこう狭い感じに見えるかもしれないけど、こんな感じです。ちょっと見てみましょう。どれどれ、ああ、高さがちょっとあれかな、近いかな、天井はちょっと近いけれども、まあ足もしっかり伸ばして頭も出せる感じですね。
上の段を畳んだ状態で下の段で寝る方のがやっぱちょっと快適性はあるんですけれども、まあ寝れなくないですね。でも慣れりゃどうってことないかもしれんな。はい、ということで二段ベッド、下の段は上の段を跳ね上げた状態で寝ると普通のシングルベッドのようにして使えます。で、二段ベッドの上の段ね、ちょっと今寝てみたんですけれども、寝れなくはないです。これ子供就寝なんですけどね、47歳おっさんが、寝ても大丈夫ですね。ちょっとね、やっぱ天井が近い分圧迫感はあるけれども、うん、それがちょっと人によってはちょっときついねっていうことになるかもしれませんが、寝るスペースとしては単純に面積としては全然、いけるかなと思います。はい、じゃあ次ですね、ここのテーブルのところベッドにしていきたいと思います。ちょっとやってみます。まあね、これ前の動画で言った通りレバーを引いて押すだけ、はい、で背もたれをこれだけ、はい、これテーブルの上さえ片付いてれば全然ベッド展開大変じゃないですね。意外とここはかなりでかいですね。では早速寝てみたいと思います。わ、ここはいいですね。全然いいですね。一応就寝2人なんでこうやって寝たらここも寝れるかね、うん、でもあ、ここはすごくいいですね。いきます、ゴー、イエイ。こんな感じでしっかり寝れますね。うん、バッチリだね。完璧、大丈夫です。はい、ということでですね、アストラリー GC1 でちょっとベッドをですね展開して寝てみました。まあ検証結果としては、後ろの2段ベッド、下の段跳ね上げた状態でね、下の段で寝るには十分、これは全然寝れます。で、上の段については寝れなくはないけどちょっときついです、私はね。で、ここメインのところのベッドを展開してやってみたら、これはもう余裕で寝れます。ということで、アストラリー GC1 はしっかり寝れますという検証結果でございました。やっぱね、カメラでやるとすごく狭く見えちゃうんで、これね、絶対一回皆さんの目で見てもらった方がいいなって思います。あの展示車もね、一生懸命今作ってる状態なので、なかなか今お見せできる車ってこの1台しかないんですけれども、ぜひともですね、実際に見ていただいて、このベッドも含めてですね、どんぐらい広いかっていうのをですね、ちょっと見ていただければいいなと思います。でですね、このアストラーレ CC1 なんですけれども、実は今週末に行われる私たちの販売店岡モーターさんというところで、今週土日ですね、イベントをやるんですけれども、そのイベントになんとこのアストラーレ CC1 出ます。これをアストラーレ CC1 四国香川にある販売店さんなんですけれども、ぜひですね、ちょっと足運んでいただいて、ジャパンキャビカーショー見に行けなかったよという方は見に行っていただけたらと思います。そしてその次の週だから来週末になるのかな、来週末はですね、トヨタスタジアムというところで、バンテックの車ちょっと展示します。ちょっとしたイベント、プライベートイベントみたいなやろうっていうことになってるんですけども、そこにもですね、なんとこのアストラーレ CC1 持っていきます。ついでに追記も行きます。ということでございましてですね、ぜひとも、来週末のトヨタスタジアム、そして今週末の岡モーターさんの、展示会のイベント、ぜひともですね、皆さん足を運んでいただいて、このアストラーレ CC1、そしてバンテックの車もね、しっかり目で見ていただければと思います。今回のウィークでバンテックアストラーレ CC1 で寝てみたということでやってまいりました。次のウィークでバンテックもですね、いろいろ考えてやっていきたいと思いますので、ぜひともお楽しみにしていてください。ということで以上、バンテック続きがお送りしました。